月の川駅は長崎県松浦市月の川町下面にある松浦鉄道西九州線の駅。日本有数のアジとサバの水揚げ量で知られる松浦魚市場が駅近くにあることから日本一のアジサバ水揚げ基地の愛称が松浦鉄道によって付けられている。短式一面一線ホームの地上駅である。無人駅で駅舎はないが待合室とトイレ、公衆電話がある。 松浦市付の川町の中心部に近いが、駅は表通りから奥に入ったところになり、住宅は多くない。北側の海沿いには松浦地方卸売市場と関連する施設や工場が広がる。1日の平均乗車人員は以下の通りである。1943年4月5日の夕方、当駅で脱線事故が発生した。引き込み線から引き上げてきた。 貨物列車がポイント付近で脱線したもので、事故自体は大きなものではなかったが、本線の運行に支障が出るため大急ぎで復旧作業に取り掛かった。しかしすでに、辺りは真っ暗であったことに加え、警戒警報と10日性制の影響で明かりを灯すことができず、作業が全くはかどらなかった。このため当時の丸山七郎駅長は悩んだ末に、明かりを灯し作業を完了させたが、 その行為が近くの山上にあった軍の監視所に確認されてしまった。丸山駅長はその後、この事故と軍命令違反の責任を取って、自らの出発合図で発射する機関車に飛び込み実殺した。この法はすぐに上部へ伝わり、八田義明鉄道大臣から遺族に異例の証書状と潮位金がカフされた。また、国鉄職員で結成する、 国有鉄道文字地方防公会と当時の月の川村長の呼びかけにより、当時の額で約17,280円もの募金が集まり、養育費として遺族に送られたほか、その一部を使って1945年5月、駅構内に円柱状の少消費が建てられた。国鉄時代、駅が友人であった頃には、毎年、駅の職員が花を手向け、 丸山駅長を慰霊する光景が見られたという、ありがとうございます。